ジャニーズ事務所の記者会見において指名しない記者のリストが存在していたことが明らかとなりました。このリストは事務所が質問を受けないと判断した記者の名前を集めたもので、その存在が公に広く知れ渡ったことでジャニーズ事務所へ不信感が募りました。 SNS 上では信頼は地に落ちたといった厳しい意見がありました。ジャニーズ事務所側は公式の勧告で、今回流出したと言われている資料は関係者は誰も作成に関与しておりません、指名をしない記者を決める等も全く言っておりません、しかし社会からの批判の声は止まない状況です。専門家や経済人の間でもジャニーズの評判は落ちるところまで落ちたという厳しい評価が出ており、注目されています。ジャニーズ事務所の指名しない記者リスト問題について、経済人やビジネスの専門家からは厳しい意見や評価が寄せられています。特にドリームインキュベータの創業者で伝説のコンサルタントと称される堀博一さんは、落ちるところまで落ちたと非常に危険な評価をしています。彼らの視点から見れば、企業の更新力やブランドイメージは非常に重要です。今回の問題はジャニーズ事務所にとって大きな信用の失墜を意味しており、その影響は計り知れません。このような信頼性の低下がビジネスに悪影響を及ぼすことを憂えており、その評価は厳しいものとなっております。今後ジャニーズ事務所がスポンサーやパートナーとの関係でどれだけ信頼を回復できるか、また新しいビジネスチャンスをどう捉えていくかが注目されます。に発注しないしばらくの間、事務所にとって厳しい状況が続いています。ジャニーズ事務所が開催した記者会見では、 PR 会社と連携してメディア対応を行っていたことが明らかとなりました。質問の内容が事務所的に都合が悪いと判断された場合、それを問いかける記者を重視するという方針で、これに基づいて指名しない記者リストが作成されたとみられます。記者会見を開く際、 PR 会社はクライアントであるジャニーズ事務所に対して、きちんとした演出や発言の方法など多くのアドバイスを行います。これらはメディアを通じて子どもたちに伝えるメッセージやイメージをコントロールするための重要なプロセスです。しかし今回の指名しない記者リスト問題では、このリストが外部に漏れたことで、その対応が逆効果となりました。これから今後のジャニーズ事務所のメディアや PR 対応にはさらに検討を求められるでしょう。 NG リスト問題に関して、ジャニーズ事務所は公式ライセンスを発表し、その後の対応を示しています。事務所は今回流出したとされる資料は、弊社関係者は誰も作成に関与しません、しておりません、記者を選ばない等も一切やっておりませんとの立場を明確にしました。事務所はこのリスト作成の責任が外部のコンサルティング会社であること、彼らが言ったことに関しては事務所が雇用した責任であることを認めながらも、事務所自体は関与していないと強調しています。その後も事務所は今回の件に対する深い反省とともに、今後はメディアの皆様との健全な関係を展望し、対話を継続していくとの姿勢を示しています。これを機に今後の対応やコミュニケーションをより適切に行うための改善策をしばらく存続しています。さらに、被害者への賠償や再発防止策、会社変更と新会社設立に関する解決など、事務所の今後の方針や動きにも注目が集まっています。やっていくと表明し、引き続きの指導と鞭撻を求めています。ジャニーズ事務所は指名しない記者リスト問題を受けて、復帰や再出発に向けての展望と課題を抱えています。まず信頼回復には、事務所が考え方に基づいて関係を割り、透明性を高める努力が求められます。姿勢でコミュニケーションを取ることが必要です。また被害者への補償、再発防止策の実施、社名変更と新会社設立に関する取り組みなど多岐にわたる課題を前にしています。説明責任を果たし、信頼を取り戻すために努力し続けます。期待されるのは、事務所が過去を清算し新しいスタートを切ることです。これらがジャニーズ事務所の今後の展望と課題となります。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。